こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は夏の熱闘甲子園大会の予選の結果発表が来たので、それを皆さんにお出しさせていただくのと、あとは組み合わせですねを見ていくのと、なんか国樹の PR が手に入るみたいなんで、それを見に行きたいかなと思います。皆さん、甲子園大会予選お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。僕は今回は真面目にちゃんと走りました。で、まあ、いろいろ話もあるんですけど、まずは結果を見ていきましょう。はい、ということで僕は結構頑張ったんですけど、グループは2位でした。で、この甲子園の最終日に生放送してて、で、面白かったのが1位の人が生放送に現れて、もういきなり走るのやめてくださいみたいなコメントくださって、ちょっとちょっと絡みたいみたいな感じで、あの、いろいろ話をしたんですけど、その時にちょっとまあ運悪く、こうタイミングが悪く席を外されたのかなと、ちょっとうまくこうコミュニケーションは取れなかったっていう話ですね。で、グループ分けがこんな感じですっていう話で、いきなりカゼンドさんと被ったみたいです。多分チームランクなので、もうこの辺はねっていう感じですね。マスオさんとかね。はい。まあもうこれは完全に終戦だな。イモさんとかね。SS9 ランク。はい。まあボナーも見てるとそんなに高い方ではないというのと、まあ低い方でもないけど高い方でもないですね、というのと、あとはもう走ってる人がもうすでに何人か見受けるので、この中で勝つのはまあ無理だろうなという感じはしております。で、まあ大事なのが、そこもそうなんですけど、グループランキングの甲子園大会、ここで国樹何枚手に入れられるのっていうところがまあ大事ですね。で、1位5枚、2位4枚、3位3枚、4位3枚、5位2枚、6位2枚、7位8位、うんぬんかんぬんと。で、まあ、現実戦この辺じゃないの。現実戦頑張って5位とか6位とか、なんじゃないかなと思ってます。もしくは、ああ、でも8位まで入ると 50% 割引3枚もくれんのか。まあ、それは、うまいっちゃうまいですね。まあ、おそらく、カゼンドさんとどなたかがめっちゃ激走するグループになると思うので、まあ、どうしようかな。なんかその、国樹の SR をかき集めて、45を狙っていくのか、 PR やら大丈夫ぞやら込みで、もしくは PSR だけバーンって入れておくのかは、かなりちょっと迷いどころかなという感じはしております。どういう感じになるんでしょうね。はい、ということで、すごいグループになりましたね。すごいグループになったなぁと。これもう一回見たいんだけど、どうしたらいいんだろう。イベントオーダーじゃないね、ランキング、もう一回って見れないのかな、チーム情報かな、違う、あー、これですね。これはこれアウトだな。2057% とかの方もいるので、あ、これ完全にアウトだな。1800% とかもいますもんね。はい。まあ、これは完全にアウトのやつかなと思います。はい。で、国樹がもらえたので、軽く見ていきましょう。ちょっと、ボックスの空きがないだし。で、国樹先生。で、入手順にして、
はいと。で、肩と筋力のキャラですね。イケメンな上に家が大金持ち。ああ、羨ましい。はい。で、チャンス、パワーヒ、アウトコースと。で、緑特能はありますけど、金ピカの特能はないので、コツは結構くれるのかな？どうなんだろうね。っていう話と、ボナテが、技術ボナ8、初期評価45、スペシャルタック40、まあ、多分60ぐらいで落ち着くのかな、じゃあ。まあ、言っても60ぐらいで落ち着くのかな、というのと、あとはこういうボナどんだけ乗ってくるかっていう感じですね。ただこれ、3から8って結構すごいな。はい。で、まあ、おそらく肩かなの上限ボナー付きになるのかなという感じです。あとは、まあ、使うところとしてエビルにはなると思うので、役割が何なのっていう話なんですけど、一応、なんか、レンジャーっていう噂を耳にしていて、やっぱレンジャーですね、と。なので、まあ、敏捷を入れてくれると、まあ、技術またどうすんのみたいなところはありますね。なんか、レイリーを入れているとどうしても、こう、もうそれだけで敏捷十分じゃないのみたいなところはあるので、まあ、組み方が結構難しいのかな。で、確か後追い目なんだよね、確か。確か、ちょっと詳しくは僕も覚えてないけど。確か後追い目なので、まあ、それを前提に組んでみると、まあ、佐伯は外せないでしょ。多分ですけど、これで後が埋まると。で、前部は自由枠結構ありますけど、まあ、これに夢しろいらねえかな。ここまで来ると。ああ、でも、そうだな。結局、その、精神の枠が、役割精神の枠が必要になるので、まあ、それを取るのか、技術枠で誰か入れるのか、という感じの選択になってくるのかな、という感じはしますね。これ、敏捷めっちゃ余りそうだな。刺さるのかな、黒獣。どうなんだろう。ちょっとわかんないっすね。なんか、敏捷総力上限突破だ、とかだったら、まあ、これは、間違いなく、まあ、ピンズドっていう感じはするんですけど、まあ、そうでなかった場合、まあ、肩の上限とかだった場合、ちょっと技術がもうすでに辛そうだよな。という未来は、見えているのかな、という感じはしますね。他だって、組をなくね、ハック外せる？ハック外すんだったらリア入れて誰か後いべ？まあ、これもなしではないか。これもなしではないか。なんか別に組めるっちゃ組めるか。友沢？みたいな感じですね。友沢？したら僕国獣取る必要ないけどね。したら取る必要ないですけどね。はい。まあ、どうなんでしょうね。まあ、精神的支柱確定だよな、多分な。確定のはずではあるので、まあ、試合経験点のテーブルなのかな。はい。まあ、それも相まって強いのかな。どうなんでしょうね。ちょっと全くわからない。もう本当に、パッと見た感じ、は、うわ、レンジャーかっていう感じです、やっぱり。サクスペの方でね、まあ、レンジャーなので、レンジャーなんだろうな、みたいな、噂はツイッターで聞いてたんですけど、まあ、予想通り、レンジャーでしたと。なので、どうなんでしょうね。絶対的に、こう、やっぱ上限突破付きなので、どこかしらで何かしらで、まあ、新しい上限突破であれば絡んでくる、し、まあ、ワンチャンスミートとかだったら白は外せますよね。外せるというか、まあ、外す選択肢が出ますよね、という感じはしますね。ただ、守備、補給、ここで来た場合は、正直どうだろうな、みたいなところはあります。
まあ難しいね。どうなんだろうね。まあ皆さんの感想、まあ感想も、あとは、まあこうだったらいいな、だったらいいな、みたいな、まあ告示予想もね、ぜひぜひ絡めながらコメントいただけたら嬉しいかなと思います。あとはもう本当に、ああ、いや、どうなんだろうね、告示ね。はい。あとはまあ CP の、パーちゃんの CP のところもあるので、まあその辺でね、走る人は走るし、走らない人は走らないし、みたいなところで分かれてくるのかな、という感じはしております。僕は今んとこどうしよっかなーっていう感じにはなってますね。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。